皆さんこんにちは、もふりこです。今日は金魚は水が命、副題水の匂いについてのご紹介です。まずはですね、あのテトラの外掛けのゴムの部分がダメになったんで、あのジェックスの外掛けを新たに購入しました。テトラとね、どっちにするか悩んだんですが、どうせ消耗品で買い替えんならんのやったらもう安い方でええわとで、セットしたのがこれです。これね、去年の冬に入ったあたりからちょっとこの金魚の水具合が悪くなりましてね、原因は夏場と同じ管理をしていたのと、さらにその水替えを怠けたからです。いつもやったらこの水自体も土のようないい匂いがするんですが、今はちょっともう無臭に近い感じです。金魚のこの水の匂いは結構重要というか、あの水チェックの目安になるので、私はよく匂いチェックします。臭い水はもう当然飽きませんが、無臭ももう全くいまいちなので、あの水を極力汚さないよう餌やりに気をつけながら管理する必要が出てきます。まあでも金魚は元気なんでね、餌欲しがりますが、ここはぐっと我慢して水との具合を見ながら餌は加減します。あとですね、このジェックスの外掛けは大きいんで、植物もここに1本2本、これ入れて3本セットしました。この植物はですね、これとこれは我が家に何年も前からあるドラセナとウンベラータです。切って水を入れたコップに挿しておくと芽が出るタイプのやつです。これらをですね、ここにセットして、さらにこの外掛けもジェックスに変えて、だいぶ金魚の水はマシになってきた感あります。ちょっと前みたいな土っぽい香りが多少戻ってきたような感ありますが、もうちょっと頑張って早く前みたいな土みたいないい匂いにしたいと思います。では皆さん、またお会いいたしましょう。